皆痩せたいと口癖のようにぼやくが、その大半が3食常に食べている。無駄に口に物を放り込んでいる。それだけ好きなものを食べて、それで太った。当たり前だろ。いいんだよ。好きで食べているのだから。ただその結果が出ているだけ。だが、ちょっと立ち止まって考えてみろ。人間は本当に3食も必要なのか。昼食をとった後、仕事をしている時のあの眠くて効率の悪い時間、それがお前に必要か？お腹がどうしても空いたから、必要な分だけ食べる、というのは悪いことじゃない。だが、朝食の時間だから、昼食の時間だからと、自分の体と語り合うこともせず、家畜のように食べなさいとやたらと口に物を詰め込んでいる奴が、世の中には多すぎる。それで太ったからとて、誰のせいにもできない。それもまた、お前の選択だ。仕事以外のプライベートな部分まで突っ込まれたくない、という奴もいる。仕事とプライベートは別という者たち。じゃあその者たちは、本当にその二つの状況において別人になれるのか。そんなことは誰もできない。このご時世、メールや SNS などを通して仕事の話はいつでも送られてくる。プライベートな食事の場に急遽ビジネスにつながる誰かを紹介されることだって多々ある。プライベートで自堕落な生活をしてブクブク膨れ上がった腹が仕事モードになった瞬間に引っ込むことはない。